はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、取得事項について基本的な部分解説させていただきます。で、例えばなんですけれども、自分の土地持っていましたと。で、隣は、隣の人が持っている土地がありますよと。で、自分の土地と隣の土地のこの間の、一部分ですね。これ実は隣の人の、所有地だった。にもかかわらず、ずっとこの一部だけ自分の土地だと思い込んで、まあ、使っていたと。こういった場合、今からお話しする要件を満たすと、その部分っていうのが自分の土地になるんですよ、というのが取得事項です。事項によってその一部の土地を取得することができる。これが取得事項の一つの具体例なんですね。で、じゃあ具体的に要件ってどんなものがあるかというと、今からお伝えをする5つを満たすと、事項を取得できます。事項によって取得することができるということですね。で、一つ一つ見ていくんですけども、まず、他人のもの。まあ、これは動産であっても不動産であってもいいです。他人のものを所有の意思を持って、つまり自分のものだと。今の具体例で言うと、自分の土地だと。その部分ですね。その部分は自分の土地だと思って、平穏かつ公然に。平穏っていうのは、例えばその一部を暴力によって奪い取ったと。いうのではなくて、まあ、そういうことはないってことですね。暴力とかではなくて、まあ、穏やかに、その土地を使っているってイメージですかね。あと、公然にっていうのは、こう、隠していないってことですね。堂々とその部分を、まあ、自分の土地と思って使っているよと。で、平穏かつ公然に、一定期間そこを占有すると。一定期間っていうのは、後でお話しするんですけども、ここの期間ですね。10年もしくは20年。占有すると。これによってまず、時効期間が満了します。言い換えて、時効完成、時効が完成するっていうふうに、法律用では言うんですけれども、これでとりあえずは一旦ですね、時効期間は満了です。で、この期間、一定期間満たして、じゃあ、自動的にその土地一部、自分のものになるかというと、そうはならないですね。その後、時効を延用することが必要です。延用するっていうのは、時効期間が満了したから、この土地ですね、一部分の土地、これ私のものにしますよ、時効によって取得しますよっていうふうに主張する。これが時効の援用です。この5つを満たすことによって、時効取得できます。今言ったこの土地の一部ですね、ここを取得することができます。で、続いて、この一定期間っていうのは、先ほどちょっと触れたんですけれども、10年もしくは20年なんですけども、どのように切り分けるのかというと、切り分け方は、占有を開始した時に、善意無価質なのか、それとも善意無価質じゃないのかで分けます。私が他人の土地を、この一部ですね、この一部の土地を使い始めた、占有を開始した時に、過失なく知らなかった、他人の土地だということを知らなかったというのであれば、10年間占有すれば、この一定期間を満たします。もし私が、これ他人土地っていうふうに知っていたりとか、もしくは知らなかったとしても過失がある、落ち度がある、少し注意したら、ここの土地っていうのはもう他人土地ってわかりますよねと。そういった場合、悪意もしくは有価質の場合っていうのは、20年間占有することで、この一定期間を満たすことになります。ここまで OK でしょうか。まあ、ここはまず基本的な部分ですね。で、ここからちょっと一歩進んで、占有の状態と期間っていうのは引き継ぐことができるんですよっていうところをお伝えをします。例えば、私が A さんだと仮定します。あなたが B さんだと仮定します。A さん、私がこの他人土地、これ善意無価質で占有を開始しました。使い始めました。で、6年間占有した後に、私がこの土地ですね、自分の土地をあなたに売却しました。で、あなたはこの土地使うんですけども、あなたも私と同じように、ここの一部分の他人の土地ですね、隣の土地、使います。この時、あなたは何年間占有すれば、時効期間を満たしますか？というと、私は善意無価値でしたよね。これをそのまま占有することができます。つまり、あなたがもし、この土地、悪意だったと。隣の土地だっていうふうに知っていたとしても、あなたは善意無価質を引き継いで、さらに私が6年間占有したっていうことを引き継ぐと、あとは善意無価質であれば10年間占有すればいいので、4年間ですよね。4年間占有すればあなたは時効取得できるっていう話なんです。
もちろんね、時効の援用必要ですよ。もちろん時効の援用は必要ですけれども、私は善意無過失で6年間占有したわけなので、あなたは4年間占有すれば、時効取得できますよっていう話です。で、二つ目の事例です。私が悪意で8年間占有した場合、つまり、これ他人の土地だということを占有開始の時に知っていて、占有を開始し始めて8年間経過しました。その後、善意無過失のあなたに売却しましたと。この場合どうでしょうか？この場合、あなたは何年間占有したら、時効援用することできますかと。これもし、引き継いだ場合どうなのかっていうと、私は悪意ですよね。悪意だから、20年間占有する必要がある。で、私は8年間占有したわけなので、あなたは12年間占有すれば、時効完成するんですよね。でも、あなた自身は善意無過失なんですよ。だから、承継せずに、あなたは10年間で、時効期間満了するんですよ。だから、この場合は引き継がないと。引き継がずに、自分を基準にして、占有期間を考えた方が、早く、時効取得できますよね。だから、時効取得できる方を考えたらいいんです。この場合だったら悪意だから、こう20年間占有しなきゃいけないですよね。だから、この場合は引き継ぎます。私の状態を引き継ぎます。こっちの場合は引き継いだら、時効完成が遅くなります。時効期間満了するのが遅くなるから、この場合は引き継がないということですね。で、ここで注意していただきたいのは、米印の部分です。途中で状態が変わっても関係ないですよってことです。例えばこの事例、A さんが初め善意無過失だったの。善意無過失だったけども、2年経過した時に、これ他人の土地だって私は知っちゃったと。A さんは私なんでね。知っちゃったと。この場合どうなるかっていうと、私が途中で悪意になったとしても、これは関係ありません。つまり、あくまでも善意無過失。占有開始の時の状態で判断をするわけだから、善意無過失っていうのを前提に考えていくということですね。こっちもそうですね。悪意から善意になることはないんですけども、あなたがもし、こっから善意無過失だったにもかかわらず、その後悪意になったとしても、これは関係ありません。あなたは10年間占有すれば、時効期間を完成して、時効援用することによって、他人の土地を取得することができますよ、ということです。この点は試験でもよく出る部分なんで、絶対覚えておきましょう。基本事項だから、ここ失点していたら合格できませんので、ちゃんと頭に入れておきましょう。そして弊社レトスはメルマガを発行させていただいております。このメルマガは無料で、1日3問、過去問を無料で解説しているんですね。まあ、この動画チャンネル登録していただいている方は、ご存知かもしれないんですけども、この内容を文字ベースにして、ホームページにアップしているものがあるんですね。それをお送りさせていただきます。まあ、通勤時間だったり、空いた時間とかでぜひご活用いただければと思っております。無料なんでぜひですね、ご登録いただければと思います。で、メルマガの登録の仕方については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらのリンクから登録していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。